だって言ってよ。バラして道端の野菜販売所で並べてあげるから。そうです。ナイキ困るです。はあ、あのモノクマって自動操縦型ロボットなんだ。なるほどね。どうりで前より雑魚いと思った。まあ今のテクノロジーじゃあんなもんか。だってこれって SF じゃないもんね。ギリで SF じゃないもんね。あのはい、ご用件は何でしょう。もしかして助けてくれたんですか。おい、デコマルっつったな。困るです。苗木困る。ねえ、白夜様はどこ。もちろん知ってるんでしょう。え、だってデコマルが持ってる銃から白夜様の匂いがパンパンするもん。匂いするの。おい、隠して無駄に生存率下げるような真似すんじゃねえぞ。隠してなんか。10、9、8。何？ゼロまでに吐かなかったらブチュブチュブチって餅みたいにちぎってちぎってぶち殺すの。4、3、2。ちょっと待って、私本当に知ら。1、え、ち、約束したんだもの。深は、はい、
あれは呪われた才能なんかじゃない。むしろあれは恐るべき可能性を秘めた。あの才能を使いこなせ、俺のためにだ。あの、本当に大丈夫？だから、大丈夫って言ってるじゃないの。今の私は、あいつを使いこなせる。もう昔の私とは違うのよ。ここで全部仕留めるわよ。追ってこないようにバラバラにしてやるわ。聞くわよ。苗木おまる。おまる？今ので全部よね。すごい、すごいよ。ねえ、今のって何だったの？なんか別人みたいになってなかった？タメ口。え？タメ口聞いてんじゃないわよ。私が年上なんだから、さん付けで呼びなさいよ。名前聞いてないんですけど。どうせ私の名前なんてすぐに忘れるでしょうけど。深川東子よ。深川東子さん。それ冴えない名前で悪かったわね。どうせブスにお似合いの名前とか思ってんでしょ。そんな風には思ってないですけど。それよりさっきのって何だったんですか？急に。らしいわね。らしい？覚えてないのよ。さっきも言ったでしょ、私たちは記憶を共有できないって。あの、言ってる意味か。だから私は二重人格なのよ。暴れたのはジェノサイダー・ショーって人格の方なの。あ、はい。信じてないわね。私を妄想にまみれた小汚い女って思ってるのね。なんで豚が喋るのか不思議で不思議でしょうがないって思ってるのね。そこまでは思ってないですって。本当に確かに信じられないような話だし、ちょっとびっくりしたけど、でも深川さんがそう言うなら信じます。実際それくらいの変わりっぷりだったし。簡単に人の言うことを信じるなんてバカなのかし。
どっちが正解なんですか？それくらいバカの方が話が楽でいいけど。ただそのジェノサイダーショーって名前どっかで聞いたことあるんですよね。そう、あんた覚えてたのね。まあ今となっては隠す意味ないから言うけど、かなり前にワイドショーを騒がせたらしいわね。ワイドショーって、あ、もしかして、いや違うか、ごめんなさい間違えました。な、何よ。ああ、正体不明の連続殺人鬼がどうとかってニュースで似た名前を聞いた気がしたんですけど。それよ。けど殺人鬼だったのは昔の話よ。今のあいつは完全に私に飼いならされているわ。白夜様に言われていろいろ試してたら気づいたの。スタンガンの電気ショックで人格を変えられるって。しかも電力に応じた時間だけで、一定時間が過ぎれば元の私に戻れるのよ。なんて便利なのかじゃ。すべて白夜様のおかげよ。どう反応すべきか迷うけど、とにかく心強いです。だってさっきの力があればモノクマにも楽勝っぽいし。バカなこと言わないでよ。人格交代にはスタンガンが必要って言ったでしょ。そんなに何度も食らったら脳が沸騰するじゃない。そう都合よく何度も使えないわよ。そうなんですね。それで、あんたと白夜様の関係は？なんで白夜様の覚醒機型銃はあんたが持ってんのよ。私はただ戸上さんに助けてもらっただけで。この機助けた白夜様があんたを。こいつは苗木小丸は俺が守る。この命にかけて、いや戸上の名にかけてだ。調子に乗ってんじゃないわよ。ちょっと可愛いブスってレベルのくせに。なんで怒ってるんですか？言っておくけど、私と白夜様の恋路は誰にも邪魔させないわよ。私が白夜様をパーフェクトに助け出して、その勢いのまま結ばれてやるんだから。え、助け出すって、ちょっと待って、もしかして戸上さんって捕まっちゃった？今更何言ってんのよ。じゃなきゃ私がこんな街に残るわけないじゃん。きっと油断したところを不意をつかれたのよ。決して白夜様の能力に問題があったわけじゃないわ。そうだったんだ。何よ、まさか責任感じてるんじゃないでしょうね。あんたごときが責任を感じるなんて逆に白夜様に失礼よ。そうだよね。私なんかが心配したからってどうなるわけでもないもんね。なのよこいつ、なんで私がこんなうちうちしたやつを。どうしたの？なんでもないわよ。それよりあんたまたタメ口じゃない。ごめんなさい。いいけど、もう諦めたから。それより早く白夜様を探しに行きたいわ。こんなところでのんびりしてる場合じゃないわよ。そうだね。とりあえずはこの建物から出ないとね。分かってるならさっさと先に行きなさいよ。え、私が先なの？当たり前じゃない。あんたには白夜様の銃があるんでしょ。いざとなったら私も何とかするわよ。こっちだってあんたに死なれるわけにいかないんだし。ほら、ぼーっとしてないで動きなさいよ。陸に打ち上げられた聖打ちじゃあるまいし。分かったよ。
何これ、おまる？あんたの仲間じゃない。せっかくだからまたがってみれば。だから仲間じゃないって。またと言いつつまたがるのね。あ、意外と落ち着くかも。本当に？ジメジメして、私みたいね。そうなんだ。そうなんだって何よ。なんで否定しないのよ。つまりあんたもそんな風に思ってるのね。やっぱり人間なんて信用ならないわね。人間とか、深川さんってすごい妄想力だね。想像力って言いなさいよ。なんなのよこのシャッター。下に降りられないじゃない。さっき私が屋上に行った時はなかったのに、どうなってんのよ。開けられないの？無理ね、電源入ってないし。じゃあどうすればいいのかな。シャッターを開ける魔法の呪文があるはずよ。それを見つけるわよ。なわけないじゃない。電源盤を探して電源を入れるに決まってるでしょ。そうだよね。あの人たち死んでるの？ひどい。冗談じゃないわ。電源が入ってないせいで暗いわね。暗いのは苦手よ。あれ、電源盤ね。なんとかして動かせないかしら。じゃあ行くわよ。あのさ、深川さん、この戸上さんの銃って、私なんかより深川さんが使った方がいいんじゃないかな。私、機械アレルギーなの。そっか、アレルギーじゃしょうがないね。その銃で壊すのよ。はあ、
Ha ha ha!